こんにちは、日向陽一です。それでは今回は、夫婦カウンセラーの過去ということで、ちょっと私の過去についてお話をしたいと思います。どうして夫婦カウンセラーになったんですかっていうふうに聞かれて、で、実はですね、カウンセラーの方々はほとんどそうだと思うんですけど、自分が、それに苦しんだ経験があるというのが、一つ大きなポイントになるわけですね。で、夫婦関係で実は私ほとんど苦労したことがないというか、苦労したことがないというか言い過ぎですね。でもとても幸せな恵まれた夫婦関係を私の家内の夏江と持っています。で、もうちょっとで18年、結婚18年になりますけど、ほとんど深刻な問題に、直面したことないですね。もちろん自分自身 の, 夫としての、ね、足りなさとかわがままさっていうのは、毎日、示されて、改めさせられる部分っていうのはあるんですけれど、ただ私はですね、独身の時に、婚約を破棄したという経験があるんですね。でその時に本当に辛い思いをしたというかですね、もちろん失恋をしたことがある人は辛い思いをされたことがあると思うんですけど、もうちょっと根本的な問題で、婚約を破棄したということがあるんですね。で、根本的な問題っていうのは男女の違いとか、そして気質の違い、これを知らなかったことによって、なんて言うでしょう、本当に辛い思いをしたということですね。お付き合いをしているというか、婚約するまではすごく仲良しだったんですけど、婚約してからも本当に喧嘩が絶えないというか、私としては、彼女から一方的に責められるという経験をしました。で、それは本当にもう辛いことで、もう自信を失ってしまって、このまま結婚しても本当にお互いにね助け合うことができないだろうということで、婚約を破棄したわけですね。で、当時、婚約者ですけど、やっぱりその彼女との関係が悪くなった時には本当に辛くてですね、もう何をしても手につかないみたいな感じでしたね。で、当時私を導いてくださっていた、教会の牧師がですね、彼女と、あなたたちが結婚したら、あなたは本当に自信を失うし、辛い人生になるからやめておいた方がいいよというアドバイスをいただいて、断腸の思いという、言葉が当てはまると思うんですけど、婚約を破棄して、付き合いも解消したということになるわけです。辛かったですよね。本当に、結婚していて奥さんと関係悪いのは墓場だとかって言ったりしますけど、本当に人生の墓場みたいな感じでした。仕事も手につかないし、夜もね、寝れないっていうか、寝れないっていうことほとんど私ないんですけど、本当にもういつもなんかこうエネルギーが取られるというかね、痛みがズキズキあるという感じでした。ですので、でその後もしばらく、もう婚約解消した後もほとんどもうなんて言うんでしょうね、もう辛くて辛くて、なんか何も手につかないみたいな感じだったんですけど、で、その後夏江と出会ったんですよね。で、本当に彼女を幸せにしたいと思って、聖書からまたクリスチャンのね、アメリカ人の方々ですけど、夫婦関係のその専門家たちから学んで、今は本当にとてもね幸せな夫婦関係、そして子供も与えられて、家族を築いているということがあるわけです。ちょっと失礼します。それで、それからだんだん
まあ、いろんな方にね夫婦関係のアドバイスとか求められるようになってきて、でそれまでもまあずっと教会の中ではあのカウンセリングをしてたんですね。聖書を用いていろんな方をカウンセリング、あの導いているっていうあのことをしてきていましたので、まあその経験を生かして、まああの苦しんでる、ね、方の力になりたいなということを考えて、カウンセラーとして独立する、まあ開業する決心をしたわけです。まあだから本当にもう辛い気持ちがよくわかるというか、そしてあのでもそれがまあ基本的には無知によるものだということがよくわかりますので、あのそれを助ける、ことをやっています。ということで、まあ過去っていうことを話しましたけど、まあ私は思うにはやっぱり本当に神様がね私たちの人生に苦しみを与える時は、その同じ苦しみ、そしてそこから立ち直らせてくださる時には、まあ、やっぱり同じ苦しみの中にいる方をね、まあ、助ける、まあその少しでも力になるためにねそれが与えられてるんだというふうに、あの私自身は捉えてますので、まあ、このことを、まあ、人生 の、 あのミッションとしてあのやっているわけです。まあ、ですんで、なんて言うんでしょうね、まあうまく言えないんですけど、あのそんな過去がありますちょっとまあ時まあ、前にもねお話したり他のところに書いたりしたこともあるんですけど、あのもう一度ねちょっとお伝えというか知っておいていただいたらいいかなと思ってお話をしました。今回夫婦カウンセラーの過去ということで、まあ、私についてね少しお話をさせていただきました。はい、この動画をご覧になっている方でまだ私の、無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、夫婦関係の動画を役立つヒントの動画を毎日 E メールでお届けしますので申し込んでみてください。 YouTube の説明文の一番上のところにリンクがありますので、そこをクリックして私のウェブサイト幸せ家族 .com から E メールアドレスを登録して申し込んでください。まあ、メールが毎日届きますので、それをご覧になってあの自分には必要ないなと思われたらあのいつでも解除していただくことができますので、まあ、気軽に申し込んでみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。